好きになる楽を旅する楽旅。はい、皆さん、こんばんは。こんばんは。始まりました。始まりました。さあ、いよいよあと1時間でキックオフということで、はい、ワールドカップラグビー日本代表、頑張れという特別企画ですか？そうです、そうです。今日、今から生中継ということで、生中継ということで、ね、はい、フランスとつなぎまして、はい、間もなく中継が始まりますけれども、はい、ちょうどあのラグボールも出していただきまして。違います。え？違いますよ。ラグビーボールでしょ？違います。もう楕円形で。楕円形ですけど。はい。もうどっちに転ぶかわからないのがラグビーの醍醐味ですから。顔描いてるし、顔描いてるし。ワールドカップのロゴマークじゃないですか？違います。これ、ちょっと、じゃ若干ね、はい、気が早いなって思う部分もあるんですよ。わかりました、はい、12月23日のヤタアジのカボチャクヨ早すぎるシワスの風物詩早すぎるじゃないですか、はい、ちょっと早い、もうちょっと手前、もうちょっと手前、南京玉すだれそんなんないですね違うかぼちゃ、あの獅子形のかぼちゃ供養は終わりましたよ。終わったんで、それはちょっと言えないなと思ってね。7月の25日ですから、はい、ちょっとね早いなと思ったんですけど、これ来月になると、はい、もうほら遅れてるじゃないですか。あ、なるほど、うん、なのでちょっとなんか早いって思われてるかもしれないけれども、ここはもう風物詩ということでね、はい、いいのではないかと、まあ、ほぼ月初に配信をしておりますので、はいはい、月刊楽旅通信今日ちょっと一服だから、今日やらないと、うん、もう来月の月刊楽旅通信では、はい、ちょっと話題が過ぎてしまっているということでそこで出す勇気はない。あ、そうですか。まあ今日で、ね、はい、敗退してしまうともう終わるわけですから、今日ラグビーを見せておかないとまあ一応ね、感じはもう、うん、あのそういうことにしときます。そうするとすごくこう旬な、それで楕円形なんでしょ。そう、それで旬なイメージを皆さんに感じていただけます。カブチャだったらひょうたん型にしとかないとこう、ね、はい、ということで、まあね、はい、はい、ハロウィンということで、ハロウィンですね。ハロウィンということで、はい、京都でもだいぶ浸透してきましたね。そうですね、和菓子屋さんのパッケージに、うん、もうよくハロウィンが出るようになりましたんで、生菓子とかもね、そうハロウィンのね、お化けとかね、可愛いし、私すごい楽しみにしてますよ。10月30日って私出勤やろか。シフト見てください。はい、わかりました。出勤だったら大丸さんに何か買いに行こうみたいな。なんかこう和菓子買ってください。ね。はい、会社の経費で。私も確かね、オフィスワークだったような気がしますよ。はい、そうですか。はい。じゃあいいですね。じゃあいい、ちょっとお抹茶を立てて、はい、ハロウィンのお菓子を食べましょうか。ね、はい、食べましょう。そういう感じに出しましょう。ね、じゃあ別に今今日出さなくたってよかったじゃないですか。そうですよ。特別配信してもいいわけですから。そうですよね、旬の時に。そうですよね、月刊楽旅通信今日31回目。はい、31回目です、ね、ということなんですが、記念すべき31回目ですよ、はい、臨時版があってもいいんじゃないですか。おお、はい、みんなが望むなら、はい、もう望んでないと思いますよ。もうお笑いはね、月1でいいんです。お笑いは月1で。いや、皆さんが望んだら出ることに、はい、別にいやさはないよ。じゃあちょっとあの望んでるかどうか臨時版が欲しいかどうかはちょっとコメントで、そうです、ね、はい、そうです、皆さん今コメントねこちらの方で確認できますので、いらないというコメントもちょっと心に刺さりますけどね。いらないっていうコメントはい、そんなことはないですか、ね、はい、はい、さあちょっとコメント見てみましょうか、はい、あ、こんばんは森さん、こんばんは。森さんのご指名でこんばんは来ました。若村さんというのはないですね。ないですね。あまあ、大丈夫です。これはもう2人にこんばんはいうことですかね。ですか、情報番組ですねという間違ったコメントが入ってますね。お笑い番組ですよ。すごい。でもちゃんと、はい、もう何も言ってないのに情報番組ですね。いや、ただね、情報番組ですね、うん、点々点になってます。いや。点々点ということは。自信を持ってください。お笑いかなと思ってます。いや、自信を持っていただきたい。はい、そこは。はい。ハロウィンですねということで、
ラグビー始まるまでお笑い番組楽しませてもらいますって書いてますよ。ラグビーまでの待ち時間みたいな感じなんです ね、 ですね。いいんじゃないですか、はい、あのちょっとこう温めて、あ、そうですね、ね、ウォーミングアップ場を温めてね、はい、はい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 、あのラグビーにバトンを渡したいと思いますの で、はい、ですね、我々もね、はいはい、ボールですよ、ラグビーですからバトンちゃいますよ。ボールを前に渡したらダメですからね。そう、あ、はい、そうかそうか、はい、後ろに渡さないといけませんからね。デパートなんかでもハロウィン一色、うん、いいですねということで、まさにお笑い番組でって書いてありますよ。やります、はい、ね、ほら番組じゃない、はい、いや誰もじゃ あ、 あの臨時版望んでない、はい、臨時版はまだねコメントが入ってないので、まだまだ入ってない、まあ、タイムラグが一応あるということで、そうよかった、そうしとこう、はい、そうでないとね、私も今ドキドキしながらコメントを読んでますので、なんかリクエストなしかとね、ちょっとこう思ったんですけれども、はい、まあ、そんなことはきっとないですよね、はい、あ、ただ若村さんこんばんはという若村さんをつけていただいた方いらっしゃいます。ありがとうございます。こんな、ね、こんなね、気を使わせて申し訳ございません。あの3連休のね、はい、中日この時間にね、気を使わせるってどうですか。そうですね、うん、申し訳ございません。月一のお笑いは必須です書いてますよ。え、月一のお笑いは必須です。じゃあ1回でいいってことかな。1回でいい、月1回はでもこういうお笑い番組欲しいということですよ。はいはいはい、ね、行きましょう。どうですか。ああ、いやいやいや、なんか今日どうしたかったんですか。え、今日は、はい、おむろにんなじの、あの今度来週14日から今度の裏側にある、はい、あの五大明像特別公開なんですが、それ先んじて、今日はあの特別に本当に今度の中に入れていただいて、はいはい、まあある意味ね、うん、特別公開だったらもうずっとね明かりついたままでしょ、はいはいはい、今日はお坊さんと一緒に入りましたから照明をね、はい、うん、消したりつけたりしてくれたりこう、グラデーションもつけてくれてね、まあ、あの裏方も含めて全部見させていただきましてね。でも近藤って私もね、うん、特別拝観で入れていただいたことあるんですけど、 あの裏側にそのそう五大名の絵が描いてて、今日は近藤の中だけで70分ぐらいいたんですよ。ものすごい詳しい説明とかね、非常に分かりやすい説明いただきましてね、お坊さんがね、例えば真言密教の場合は、うん、仏さんの前で、ごま壇というのがあって、あの金のお飾りでこう火を焚く場所、ごま壇があるじゃないですか、はいはいはい、でそこの手前にお坊さんが座ってこう、うん、祈りを捧げるでしょ、はい、あ、何をしてるかというと、その仏様をお呼びして、お呼びして、つまりそこに仏様に来ていただいて祈りを捧げるわけですよ。その時にまあ仏さんに来ていただく時にやっぱこう来てください来てくださいお願いしますという、まあ、そんなことがお経としてまず読まれて、でそのそういうお経を読んであるんだ。そうなんです、そうなんです、来てください、よろしくお願いしますという、はい、でそこに仏様が宿った瞬間にちょっとこうお願い事をすっとこう入れるそうなんですよ。あら、だから最初のね祈りというのは、はい、来てください来てください、お願いします、ありがとうございます、でも仏様をこうお喜びさして気持ちよくなった時にさっと、はい、五穀豊穣お願いしますとか、そういうあの祈りをパッとこう、はい、でまた最後ありがとうございましたありがとうございましたとお帰りいただくような、だから言ってあったのはそのね場面はそこはねもうパーティーパーティーでした。つまり仏さんを招きしたパーティー、はいはい、パーティーだ、ウェルカムパーティーなんです、ね、きらびやかに飾っていろんなこう飾りをしてパーティー飾りなんですよ、今日まさにこれパーティー飾りしてるでしょ、これと全く一緒なんですよ、はい、こういう形でお堂の中をきらびやかにお飾りをしてパーティーの仏さんをお迎えするパーティーのそういう儀式がまさに法要という供養なんですね、ということで、まあ、すごくね分かりやすい説明で五大名をお話をいただいたりしましたんでね、もう一回あの11月の下旬にあの夜の特別拝観の時に貸し切りで金堂の中も少し入れていただきますので、今日ちょっと逃した方はですね、確か11月の26だったかな、月末に夜間拝観も含めての特別楽旅限定でお堂の中に入りますので、でお坊さんと私ちょっとこう対談もさせていただきますので、堂の中で今みたいなのパーティーとかちょっと分かりやすい例えで皆さんにね、その真言密教ですとか金堂または五大名についてねちょっとお話ができたらいいかと思いますので、ぜひご参加いただいたらと思います。一方森さんは今日は、今日はね、一日ちょっととあるところに、とあるところに行ってまして、行ってまして、はい、まあ、そこでもちょっとね、はい、あの何人かにね、はい、あら森さんって、あら声かけられて、あらで、
指名手配の森さん。違うんですか？違いますよ。見てますよって言って。あ、そうですか？はい、声をかけていただいたりなんか。月刊ラクタビ通信とか。そうです、そうです。見てくださってる方。いつですかって言われたから、今夜ですって言っときました。お笑い番組ですかって言われませんでした？言われませんでしたよ。役立ってるって言ってました？あ、それ言ってないでしょ？ほら。まあ、ただ見てるだけ。流し見。いや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 、でも今月はいつですかって聞かれたから、聞かれました今夜ですって言って、はいはい、早く帰ってって言って、はい、お見送りしました。早く帰ってみてくださいって。早く帰ってみてって言って。なるほど。7時だからって言って。はい。今日は楽しみにこう見ていただいている方もいらっしゃる、うん、今日とあるところで。とあるところで。はい、そういう方にお会いして、はい、いうことなんですね。はい。バレエ見ていて出遅れました。バレエもあるんですね、今日。そうだそうだ。男子。結構あれですよね、うん、なんか、ちょっと、あれですね、パリより、パリでしたっけ、パリ、うん、出られるかどうかっていうところですよね。うんうん、そうそうね、あらら、そっちに変えてもいいよ、みんな。うん、そうですね、うん。そっちの方がね、はい。あくまでもこっちお笑い番組ですから。いや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 、お笑い番組じゃないんですよ、皆さん。臨時版望んでいますよ。はい。若村先生と森さんが一緒に出てくるのが一番楽しくて好きですと。あら。あら。あら。ちょっとお笑いの質をもっと上げないと。皆さん、お笑い番組じゃないです、これ。はい、おすごいですよ。なんで今、パリオリンピックの話してたら、はい、パリ、ルーブル内で拝聴しています。ルーブル美術館。え、今言ってるルーブルってパリですよね。ルーブル、パリ。え、出張で行かれてるんですよ、今。フランスに？うん、フランスに。あら！オフランス。じゃあ今、ルーブル美術館に私たちのこの。ルーブル内に Wi-Fi が飛んでて、インターネットで今、はい、私たちの電波がルーブル美術館に。ああ、ちょっと。パリの皆さんに見せてもらっていいですよね。なんかハイビジョンみたいなのにちょっと接続して、ね、そう、うん、全フランス中にちょっと国営放送で流して、ね、いいですよ、してもらって、ボンジュールとか言って。まあ、ハロウィンは通じますから、多分。そうですね。ね、はあ、あ、日本でもっていうことになるんじゃないですか。そうですよ、そうですよ。すごいところで見てもらって。ね、ルーブルで今見ていただいてます、はい。いやいやいや、ちょっとこう身が引き締まりますよね。我々もルーブルで見ていただけてるのかと思うと、ね。日本の笑いが通じますかね。通じるよ、きっと。そうですか。仁和寺の五大名を一度見たことがあるような気がするんですが、特別拝観だった。あ、そう、5年前に1回、372年ぶりかな。372年ぶり。ぶりというか、まあ、つまり、金堂が御所からこう移築されて、初めての五大名の公開だったんです、前回。5年前ね。でもすごいね、それに行ってはったんや。そうですね。で、その時に行かれて、今回5年ぶり、また御門跡の、新たに再任されましたので、それを記念した特別公開ということなんでね、いよいよ来週の14日からの特別公開ということになりますので、うん、来週からは一般の公開が始まる、ね、そうです、そうです、はい、今日は楽旅だけで先行限定特別マーベラススペシャルな今日はツアーだったということなんです。そうなんですね、はい、でそれは11月にもまた仕切ってあるよ、そうそうそう、あるということなんでね、はい、11月ね、たくさん今お申し込みいただいてますけれども、うん、来られる方ちょっと暖かい服装でね、もうだいぶねひんやり、うんうん、今日最高気温これ22度ぐらい、京都調べたら、はい、1週間前の最高気温が32度、10度下がってるんですよ。それはね、昨日まで私半袖だったんですけどね、はいはいはい、今日初めて長袖来まして、はい、でも1枚では寒い。寒い。今日ツアー行きましたら、ね、先生寒くないですかって言われるんです。うん、うん、寒い。寒い。いやー、本当に急に気温が今下がってますんでね、はい、はい、お笑い番組は暖かく、気温は寒く。どうしよう、お笑いで寒くなったらもう。えらい大変なことになりますよ。いやいや、まあ、でもそもそもお笑いじゃないから、そこはね、はい、分かりました、大丈夫だと思います。じゃあ行きましょうよ。はい。はい、では、この月刊楽旅通信。今日、ちょっと一服は、私、京都検定合格応援リーダーの。そこからやるんですね。あ、そこでここからやりますよ。はい。の森がですね、はい、月一でお届けする。お笑い？のん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 。じゃんじゃじゃーん。そんなに仕込んでるんですか？情報番組です。見えてるみんな。すごいね。見えてますみんな。見えてますよ。一応ちょっとね、上の方が光ってますけど。そうですか。ちょっと前倒し、そうそう、前倒しです。あ、バッチリです。はい、見えてます。はい。はい。これ、いつ作ったんですか？これ、さっき来てからですよ。いや、あるところから帰ってきてね。あるところから帰ってきて、しかもね、ちょっと、もうちょっと前からの話していいですか？いいですよ。
一昨日ぐらいに若村さんがこのなんかあの、次は日曜日って言われた時になんかどなったかね、ごめんなさいちょっと今名前出すのはあれなんですけど、うん、なんか森さんの小道具かなんかを楽しみにしてますみたいなコメントをしてくださった方がいらっしゃってそれを見て、はい、ちょっと何も考えてないわと思ったんですよ今月で。昨日ですね、うん、昨日はあのほらラクタビガイドの、はい、あの研修とその後にちょっと懇親会がありましてね、皆さんでこう楽しい時を過ごして、うんはい、その帰りに、うん、しまった何も私用意してないと、で今日はほら朝から夕方までとあるところに行くから、もうここへこう切ってもうすぐにこの配信になるから、うん、この間に何かこう考えないといけないと思って、私あの若村さんとじゃあさようならって言った後どうしようって考えて、昨日でどう皆さんからの、 あの、はい、直接のコメントをこの後ご披露したいと思います。いい感じじゃないですか、はい、まだねコメント入ってません、ね、まだ入ってない、はい、ルーブル美術館でもこれちょっとほら芸術的な感じでそういうことですか、はい、そういうことで芸術の秋ですもん、はいはい、そんな感じで、はい、どうでしょう皆さんも楽しみいただけたかしら。はい、あんまりあれですか、ね、いやちょっと待ってくださいね、はい、いやいいですよもうそんなあの、あ、オリンピックは決定したんですか、バレー。あ、したんですか。もう決定したので、そして、いいやつまで。そうそうそう、昨日だ、昨日決定したって言ってた。そうなんですか、うん、知性を磨くのですか、知性を磨く番組になってますね。あら、あららら、どうしましょう。あ、そうですか。そうや、そうや。なんか、もう、他の方はね、うん、京都舞台の時代劇、うん、これ、なんていうんですか、なんとか仁左衛門。そんなのやってるの？雲霧？雲の霧？知らない。なんかそういう時代劇あるんですかね？今やってるんですか？はい。もう見入ってましたって。5分で遅れましたって。いいですよ。それ見てください。はい、それ。それ見てください。はい。はい、森さん、いろいろ考えてますね。素晴らしい、はい、ハートマークがついてます。はい、この、はい、ラグビー、はい、ラグビーにかけて。はい。はい。そんな、だから情報番組だっていうことを、はい、皆さんにより、こう、印象付けられるように。毎月、あの、ハードル上がりますよ。なかなかですよ今回あのハロウィンとこれですから、はい、なかなかでした。なかなかいいと言っていただきなかなか良かったと思いますね。ですか、でもこれを上回っていかないといけないというね、皆さん楽しみにしましょう。また来月。そういう番組でもない、あの、あ、情報番組だっていうことを、いやだんだんとね、上から、ほら言うてあるじゃないですか、目からの情報がすごく、ね、大事ですから、入りやすいっていうから、今目からの情報を皆さんにお届け、はい、私がいくら口で言ってもね、はい、やっぱりこうね、そらテレビ見ながらとかね、あのご飯食べながらとかご覧になってる方にはなかなかこう伝わらないじゃないですか、はいはい、だからより皆さんにこう視覚的に訴えたと、視覚的に訴え、はい、はい、いきましょう。そしたら情報、はい、情報出していかないと、まだ情報が1個も出てないですからね、はい、そうですね、始まって20分経ってますけどそうですね、はい、これで情報を伝えなかったら、うん、詐欺ですよ、ね、詐欺ですよ、はい、わかりました、はい、あ、それでは行ってみたいと思います。はい、1個目、はい、こちらです。ドン、これ先週のお、ね、私たちのスカイバスに、うん、あの行った帰りに、はい、今日だったんだっていうことで、ね、ばったり出会いました ね、はい、ね、あの関係の方と、関係者の方がね、あのちょうどその式典に行かれてたみたいでね、はい、帰り際にばったりお会いしました。京都市立芸術大学がついにこれ京都駅の東側に移転をしましたね、はい、新幹線からもよく見えましてね、結構長いキャンパスで、キャンパスとキャンパスを結ぶこう空中回廊もあるぐらいの、あるみたいですね。すごいですよ。はい。で、この京都市立芸術大学というのはですね、うん、あの、まあ、ちょっと京都限定的にね、はい、お話をさせていただきますとですね、はい、明治の13年に日本で最初に、あの、まあ、作られた美術学校。日本初？そうです、そうです。日本最初の美術学校で、あの、京都よりも、はい、そうです。京都府雅学校。これにまあ由来をする学校ということなんですよ。うん、で、まあ、当時ね、あの、東京の方にこうね、あの天皇さんが移られて、奥家さんも一緒に移られて、まあ、言ってみたら京都のその画壇の人たちは、こう、有力な、こう、自分たちを支持してくれた人が、京都からいなくなってしまって、うん、で、活躍の場っていうのが、こうね、失われつつあった時だったので、まあ、それまで、こう、絵師のこう、歯、うん、によってそれぞれのこう、ねうん、絵の描き方の流派みたいなのが受け継がれてきたのを、はい、もっとこう体系的に学ぶ場を作ろうということで、うん、明治の13年に
できたのが始まりと。できた。はい。だから歴史が日本一古い、ね、古い美術とか学ぶ学校と。はい。で、その時にですね、学校設立にあたって中心人物になったのが、河野梅玲先生という方で。竹内製法さんの。そうです、そうです。その後ね。お師匠さん。はい。そうです。その後、竹内製法であったり、上村松園とか、多くの、芸術家が、輩出されたということで、はい、非常にこう歴史のある学校で、今までは京都市西京区の方に、ね、亀岡にね、はい、抜けていく老いの坂峠のちょっとこう手前あたりにね、はい、あったんですけれども、まあ、やっぱり長いこう年月の中でキャンパスなんかがちょっと使いづらくなってきてるのと、あと京都駅の、うん、東側エリアをちょっとこうね、再開発みたいな感じでね、うん、これでも結構長い間工事してましたよね。そうですね、なんか一回屋台村があったりね、ちょっと居酒屋ができたりね、工事期間中もいろいろ結構長いね、活用しようということでやってましたんでね、はい、ましたけれども、いよいよ10月の1日にオープン。はい。で、まあ、大学で、はい、なおかつ京都市立の大学ですので、まあ、学生さんはもちろんなんですけれども、うん、芸術に関するね、専門的な本なんかを取り扱った図書館とか、その一部の施設は一般の方も利用可能ということですので、これはちょっとね、芸術の秋ということで、うんね、私も見に行ってみたいなというふうに思っております。お笑いの本はないですよ。お笑いは芸術じゃないですか。お、言いましたね、うん、じゃあもう格調高い番組ですね、これ。格調高い、ね、格調高い笑い。みたいな。はあ、そんなことで ね、ちょっと楽しみですね、はい、京都にとっては大きな話題としてね、うん、そうです、はい、少し、はい、でもこれ聞いたらね、9月いっぱいまで普通に向こうで授業してて、はい、そうです ね、明日からっていうことやったんで、はいはい、もう先生も生徒の皆さんも大変ですけど ね、まあ、でもまあ新キャンパスになりましたらまた ね、はい、こう学問としてはまたやりやすいところも出るでしょうから、ね、はい、ぜひ京都からの芸術の発信をまたね担っていただいたらと思いますね、はい、うまくまとめましたね。そうですよ、はい、行きましょう次、はい、ではちょっと今度絵にちなんで、うん、まあ、絵画がね非常に美しいお寺として、私このお寺非常に好きなんですけども、はい、こちらドン、京都市左京区に、うん、聖護院というお寺がございます、はいはい、あちらの聖護院さんの方でね、昨日からかな、うん、7日なんで、はいはい、特別公開が始まりました。で、この秋の特別公開に、関しましては、ね、5年ほどずっとね、修復が続いていて、見学ができなかった書院、はい、これがね、修復が完了しまして、書院も合わせて特別公開されると。一番奥のところですかね。そうです、そうです。一番奥ですね。はい。はい、手前側のね、神殿は、この数年もね、公開されてましたけれども、一番奥のね、書院の、建物が、2018年に、台風のちょっとこう被害を受けて、うん、お屋根とかがね、すごくこう剥がれてしまったみたいで、約5年間かけて、修復されていたのが、うん、今回ね、完了したので、今のこの特別公開は、神殿。ほら、私変な顔で止まってません？あれ？さあどうでしょうか。まあちょっとね、タイムラグがあるので、おさあさあライブ配信が今再開されたと思います。再開されてますか？はい。どうでしょう。再開されたようです。はい。はい。ああ、放送事故。いや多分ね。うん、私が思うに、はい、ちょっとパソコンがね、はい、ちょっと古くて、で、暑さがあって、ちょっと今ヒートアップしてたかもしれません。だからまた、数分後に落ちる可能性が十分あります。そうですか。はい。あらららららら、もう皆さんね、せっかくなんか、多分ちょっとね、変電、こう電気の電圧がパッと下がった時、これね、もう古いパソコンで、はい、今バッテリーがもう、充電できないんですよ。はい、つまりこう電源をつないでおかないと動かないパソコンになってまして、多分こうパッとね一瞬電圧が変わるとパソコン自体が落ちるというね、まあ耐震機能
他のパソコンにはついてない機能が自動シャットダウンみたいな、ね、そうなんです、発動してますから、あまあまあなんとかなるでしょう、大丈夫でしょう、はい、はい、行きましょう、はい、新年、はい、書院特別公開、公開は、はい、ということでね、はい、はい、あの5年間約修復されてましたけれども、ね、でね、この聖護院さんね、本当にあの障壁画が綺麗ですよね、狩野派によるで、ほとんどのお寺神社さんがね、うんうん、はい、なかなかこうやっぱり保存の観点から収蔵庫に本物が入って、うん、はい、まあ、複製品をね、はい、お飾りする、まあ、これも致し方ないことなんですけども、はい、まあ、ここは本物が入っていることもまた魅力の一つですね、はい、ありがたいことです、本当ありがたいです、うん、本当にで、まあ、お部屋によっては実際にそのお部屋の中に入って、うん、その襖絵をこう見ることができるお部屋もありますからね、まあ、いわゆるだから博物館でいうとこう平面で襖絵を見たりするんですが、実際にはこう部屋には角がありますから、こう立体的に見えるように実は描いている襖絵なんかもありますので、まあそういう意味ではこの本当に飾るべきところに飾っているという意味では大変貴重な、はい、絵画がご覧いただけるという場所ですね、はい、で修復が終わりましたこの書院の方には、うん、はい、あの江戸時代に使っていたガラス、これがまたこのまま、一番奥の右、はいはい、このね、こう波打ってるね、さっきね、はい、言いかけたんですよ、え、こういうのもありますよねって、はいはいはい、ちゃんと情報が出るんだったんですね、出ますよ、はい、そんな江戸時代のガラス、そうです、だからこうすごいね、こううねってるんですよ、そうそうそう、うん、はい、そのガラスだったりね、こう欄間模様とかもね、すごくこうおしゃれなね、あ、お皿ま、はい、はい、西陣織を織る時なんかのこう縦がよくそうね、特徴的な欄間なんで、うん、お皿まですね、ぜひね皆さんこの秋の特別公開の間にね、うん、訪問していただけたらいいかなと思います、はい、ちょっとねあの期間中あの何日か拝観できない日がありますので、紅葉とかね、いろんなことで、はい、そうですね、聖護院さんのホームページの方にこの日は拝観できませんっていうこと書いてあるのでね、ちょっと確認してから行っていただけたらいいかなと思います、はい、では続きまして、はい、はい、こちらの話題もやっぱりね観光が戻ってきている、これをちょっと実感する話題かなと思います、こちらです、これですね、まさにもう今、うん、この時期なんですけれども、左側通行呼びかける、そうなんです、10月11月の、まあ、主に休日なんですけれども、はい、土曜日曜祝日、まさに今日、そうですね、錦市場が左側通行をちょっと呼びかけるというようなことで、はい、まあ、歩行者は基本左側通行ですもん ね、 そうですね、普通道歩くとき、まあね、錦市場に関してはこう、ね、特に自由にこう歩ける感じではあったんですけれども、うんうん、やはりちょっとこう、ね、一部こう混雑で進めなかったりとか、ね、するということで、はい、春ぐらいにもね一度ちょっとこう実証実験されてたんですけれども、はい、この秋もねもう一度、はい、やってみて、まあ、その結果今後の皆さんのねこう安全にお買い物を楽しんでいただける市場になるようにということで、うん、実験として、まあ、されるということで、私ね昨日です、うん、昨日から確かやってるはずなんでね、はい、見に行ってきました、はい、そしたらねやっぱり左側通行って看板出てました、英語でも、ああかな、やっぱ海外の方が今非常に多いですからね、そうですよね、で、はい、お店の前でちょっとこう、うん、やっぱりこうお店で買うときに、ね、うん、こう少し止まりますから、うん、これで後ろがちょっとね、うん、詰まるときもありますから、うん、まあこれはもう仕方がないですけど、そうですよね、はい、一方通行いうわけにいかないですもんね、ですね、お店戻って買おうと思ったらもう一回向こうまで行って帰らないといけないということになりますからね、なかなかお稲荷さんの千本鳥みたいには行って帰ってこれないんで ね、 で、 すよね、はい、でもまあこうやってねいろいろこう、うん、なんていうんですか、実験を繰り返していって、ね、皆さんがね楽しめる場所になったらいいかなと思うし、何よりもやっぱりこれはその観光が戻ってきたからこそのねことかなと思いますので、すごい賑わってますもんね、すごいです今、ね、はい、大勢の、ね、方がね、まあ、全然ちょっとこう事例は違いますけど、うんうん、以前東京国立博物館で鳥獣人物戯画の特別公開の時に、はいはい、まあ、すごい人が皆さんこの見るために止まりますから、動く歩道がねついて、動く歩道に人が乗ってこう鳥獣人物戯画を見た、そんなことが新たに出ましたからね、まあ買い物の時もちょっとこうゆっくり地面が流れながら
こうタイミングよくお店も流れればね、綺麗にこうまあ近未来的に、ね、ですね。お店がこう回転していくみたいな。反対回りまでこううまくパッ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 とね、はい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 、なんかこういう新しい街づくりができるかも ね、 ね、近未来。そうですね。ね、はい。ということで、ね、はい。ですのでちょっと土曜日日曜日に、はい、あの行かれる方、左側通行になってる可能性ありますのでね、ね、あのちょっと何ていうんですか、あの歩き方とかね、うん、あのもしかしたら間違った歩き方じゃわかんないけど、ね、忍者歩きとか違うカニカニとか違う、はいはいとか、ね、まあそんな厳密にきっちり分かれてるわけではないと思いますけども、まあけどね、ほら心がけとしてこうそういうふうにこう道ができてるっていうのをね、うん、ちょっと思っとかないと、うん、はいはい、ね、どうですか、なんか閉まらないですよ、わかんない、まあそういう取り組みがあったという、そういう取り組みがね、はい、わかりました、はい、でね、続いても、はい、これ混雑緩和に向けての取り組みなんですよ、はいはい、これも私面白いこと考えはったなと思ったんですけども、こちらです、どん、これね、京都駅の、はい、JR 嵯峨野線、ね、嵐山とかね、亀岡とか、2番ホームとか、はい、32番ホームとか、そうです、そうです、丹後の方までね、はい、行くことができる、あの線ですよね、うん、あの線にね、忍者の写真スポットが誕生したそうなんですよ。ほうは、で、ちょっとなんか、あら、京都で忍者みたいな感じもちょっとするじゃないですか。うん、はい、あの伊賀とか ね、あの辺とかならね、甲賀とかならね、ちょっとわかるんですけど、ね、あら、京都で忍者って一生もんかもしれないんですけども、はいはい、この忍者は、うん、実はこの嵯峨野線って、太秦の方通っていきますよ ね、 すね、はい、ですので、あの東映の太秦の、あの映画村と時代劇、はい、時代劇と、これタイアップした企画になるそうなんですよ。で、私がなるほどと思ったのが、うん、このね、JR 嵯峨野線って、まあ、ホームだから結構長いんですけれども、ね、どこにその忍者がいらっしゃるかっていうとね、うん、電車で言うと、わかった。はい。架線。忍者なんで、うんうん、上の方とか。上の方で。はい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 。まあ、それもいいかもしれないんですが、あのね、電車で言うとね、ほぼ一番前あたり。で、ホームで言うと一番奥なんですね。うん。で、なんで一番奥にその忍者がいらっしゃるかっていうと、この嵯峨野線ね、その嵐山とかを通っていくということもあって、はい、ものすごくその電車が混雑するんですね。うん、で、特にね、あのホームって、独特の作りになっていて、手前側にも入り口というかね、みんなの。一箇所になっちゃってるんですよね。はい、で、奥にもう何もない、うん、ホームだけになりますから、そう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 、どうしても手前側にみんな。普通のこうホームであればね、こう階段がこう何箇所かあってね、こう両方からこう入ってきて、ね、あの電車もこうね、乗る人が分散するんだけど、まあね、うん、嵯峨野線に至ってはこうブドーンとストレートになっていて、東側から入っていうことですもんね、うん。そうなんですよ。だから一箇所しか入っていけないから、うん、電車のその後ろ側がものすごく混むんですよ。なるほど。うん、なのでその、まあ、特にね、海外からの方だったら忍者とかすごいお好きじゃないですか、うんうん、ですので特にまあその海外からの方なんかにはその前の方まで進んでいただいたら忍者がいるよと。でそこで写真もね、実際どういうものが写真スポットになってるんですか。あのね、忍者の人形みたいな感じで、はい、あの2体置かれてるんですけれども、立体的な人形が、そうです、そうです。でこのね、手裏剣をしてる人と、はいはい、あのこのいわゆるこの忍忍のこのポーズの方が2体いらっしゃるんですね、はい、で、まあ、奥まで行っていただいたらそのフォトスポット、写真スポットに、まあ、たどり着けると、はい、でそこで写真撮ってそのまま電車に乗ってもらったら、まあ、前の方も、うん、あの人が乗るから、そういう形でこう分散できたらっていうことで面白いなと思ったんですよ。面白いですね、私だったら忍者よりも、うん、はい、水戸黄門様の方がいいですね。賀来さん、助さんもでその中に入ってこう肩組んで、はい、スクラムとかね、わかりませんけど。でもなんかこういろんな時代劇ね、やっぱファンの方、はい、日本人も含めて、うん、まあ、はい、海外の方には忍者が分かりやすいと思いますけど ね、はい、あの海外の方に多分水戸黄門さんはあんまり通じな ない、誰このおじいちゃんになりますから、はい、誰ってなっちゃう、ね、恐れ多くも、はい、先の副将軍、はい、水戸国公にやらせられるぞって言わないとね、海外の方には分かりませんから、控えおろ
なんかね、私今週の木曜日、うん、あの修学旅行のね、生徒さんの、はいはい、あのー、判別の引率で嵯峨野線乗ったんですよ。嵯峨野線乗ってこの忍者が、まあ、いらっしゃるいうのも知ってたので、うん、探したんですけれども、うんうん、まあ、ちょっと探したんですよ。嵯峨野線で探したんですよ。でももうその電車のその出発の時間も迫ってきちゃったんで、はい、ちょっとね、あの前まで行けずに真ん中あたりでもう生徒さんと乗ろうって言って乗って電車の扉が閉まって電車が走り出したところで生徒が忍者やーって言って見つけてました。ということはあのご案内失敗したということですね。あと3分早く行っとけばね、行けたところを前まで行けて写真撮れたのに、ね、大失態。知ってるけどもお連れできなかったという、そういうことですね。残念な報告でした。あ、そう、そんなんが今できてるんですね。そうそうそう、知らなかった。もしね、うん、海外の方とかね、はい、あの嵐山のとかに、でもでも、ね、写真が撮れるとなればいいですね。うん、前の方まで行って、ぜひあの写真を。後ろ側は？え？特になんかその背景があるわけではなくて？なんかね、なんか多分柱？うん。柱の前にこう立ってる感じかな。そうね、はい、はい、こういう感じで。で横に並んでこう写真を撮れる、うん、ということですね。のでぜひねちょっと探してみてもらったらいいし、はいはい、なかなかアイディアとして面白いなって、ね、うん、思いました。はい、さあ続いても楽しい話題です。はい、こちらです。どん。これね、もうあの NHK のニュースとかでもね大きく、はい、報じられてたのでご覧になった方いらっしゃるかもしれないです。10月4日なんですけれども、はい、加賀祇園東、うん、こちらであの舞妓さんが安田神社に近い方ですよね。そうですね、うん、はい、舞妓さんが3人同時にデビューされたということでね、これちょっと嬉しいね話題ですよね。あるんですか3人。こちらですね、あの3人はね、うん、やはりあの同じあのお茶屋さんに所属されている舞妓さんでして、はい、うん、加野しずさん、加野すずさん、加野そのさんっていう、うん、まあ、同時にあの住み込みに入られて、はい、で、いろいろね、あの押し込みさんで、さんであの準備を進めてこられて、はい、そして3人揃って、うん、はい、晴れやかにデビューされたということで、そうですか、はい、これはね、ちょっとやっぱり嬉しいですよね。ね、ちょっとあの祇園東と言いますとね、うん、はい、一番ちょっと人数的には少なく、ね、まああの秋に祇園踊りという踊りをする、はい、まあこれからがだから季節ということですからね。そうです、そうです、そうなんです、うん、まさにその通りでね、あのこれまでね舞妓さんはあの3人だったそうなんですよ、はい、で今回こちらのね3人が加わられて、うん、でさらにねもうあとお一方 あのデビューが予定されているそうでして、全部で7人になってくる、はい、一気に7人に、はい、なるそうでして、今ね話に上がりました通り、はい、祇園東といえばこちらですね、11月の1日から10日に祇園踊り、うんうん、ね、まあ、これちょっとね限定的に言うとですね、五花街の中で唯一秋、はい、唯一秋です、そうです、はい、他はねあの都踊りとかね、何でしたっけ京踊りとかね、北の踊りとか鴨川踊りとかね、はい、春にやってますけども、うん、祇園東は唯一この秋にということですので、うん、やっぱりこのタイミングでデビューされるということはもちろんこちらの方にも出演されるので、すごくあの華やかに、ね、華やかになるでしょうね、うん、なるんじゃないかなと思います。なるほど、はい、今年の祇園踊りの、はい、ま、テーマというかタイトルは、うん、家臣宿礼5つの節句と読むそうなんですけれども、うん、来年の辰年を祝うような感じですかということと、あとあの、うん、テーマとしては五節句、うん、な一年の、うん、まあ、暦を華やかにお見せしようという、はい、というテーマで、うん、あの構成されるそうでして、うん、あの11月のね1日から10日、まあ、こちらにその新たに、ね、デビューされた舞妓さんも出演されるということですので、うん、じゃああれですね、ラプタビからもちょっと森さん出向いただいて、はい、ちょっと舞妓さんで8人目のこれまだ11月からの公演ですから間に合いますよ。間に合いますか、はい、はい、出ていただいて、はいです、稼いできてください、はい、稼いできます11月に一番もみじ忙しい時ですよ。忙しい時です、ね、森さんも忙しい時ですよ、はいはい、そんな踊ってる場合じゃないですよ。いやいやいや
すごいですね。いやでも本当に ね華やかいいですよ ね華やかな話題で ねはい、ところでございますね。はい、どうですか今日もいろいろ。あ、そうか、もう終わりなんですね。あ、え、ダメでした。いや、大丈夫、大丈夫ですよ。はい。そういうことなんですね。いやいや、もうね、8時からあのラグビー始まりますから。ね、多分ちょっと皆さんも ね、あの、お茶の用意とかね、はい、トイレ行きたいとかね。はい、いや、私、あの、その、うん、ラグビーボールの中に、2つ、櫛があるので、はい、あともう1個は何かっていう、まだ、出ないわけですか。おそれは言えない。さっき1個出して、あれもう1個あると思って串で、そう、串カツとかみたいに言わないでください。串カツでしょ、こういやいや、それはね、はい、出ます。まだ安心してください、出ます。まだですね。まあ、ただ私からの情報はこれでおしまい。え、どういうことですか。え、え、なんですか。なんもないですよね。ない。はいはい、なんですか。ちょっとしたらコメントを、はい、そうですね、はい、はい、ちょっと皆さん戻って戻っています。はい、大丈夫。2回目、こんにちはっていうのがね。本当に、ねえ、わざわざ戻っていただくなんて、本当そのままね、もうそのままやめてもおかしくないですよね。はい、復活しました、映りました、2回目、こんばんは、お帰りなさい、復活よかった、入り直しました、つながった。いやー、もう皆さん、なんて優しい。ね、はい。歩行者も左なんですね。左側通行の看板がありました。はい、ありました。あ、ってことは、あれです ね。もう一度通られて、行かれたということですね、はい。はい。インバウンドに、東側、はい、あ、左側通行が伝わるのか。おお、ね。動くほどありましたね。ありましたか。人間は右なんですが、はい、海外仕様で左なのかな。あ、いろいろあるのかな。ね、めちゃくちゃ混んでますからね。あれですね、あの、この間その修学旅行の、ね、うん、生徒さん連れて行った時に、うん、やっぱりね、あのエスカレーターで右に乗るか、うん、あ、右に立つか左に立つかで、京都は左が多いですもんね。京都は左なんですよね。大阪は右なので、そう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 、ちょっとこうね、同じ関西圏でも、そうそうそう、ね、ちょっと違うね。だからね、生徒さんは京都はどっちですかって言われたから、うん、京都は左なんやけれども、その翌日にあの大阪に行くって言ってたんで、大阪は右やで、ね、ね、宇治に行くホームにも何かその人形を立てればいいのにと、うんうん、あ、紫式部、いいじゃないですか、紫式部、ね、本当ですね、ね、うんうんうん、なんかあの水戸黄門はね、はい、水戸駅にあるそうです、石像が。あ、見たことあります。あ、ちょっと待ってください、昨日ぐらいに私テレビで見た、なんでやろ、何のテレビで見たんやろ。あの、本当にあの3人ですよね、助さん、学さんも従えて、うんうん、あれなんで、私ですよ、昨日に見てんやん、ね、見ました見ました、ね、テレビで。でも実際見てみたいな、ね、うん、そう、ちょうど良いタイミングで舞妓さんデビューですね、はい、ということで、ね、祇園踊り楽しみですということで、はい、仕込みの時期が短くて早いデビューやなと思いました、うん、そうやね、あの春に入られて比較的にあの1年間だったみたいです ね、もうあれじゃないですか、うん、もう現場あるのみ。あ、そうですね。現場でもね。観光ガイドもそうですよ。意外とね、あの研修やっても、はい、もう現場で鍛えられる。まあやっぱ経験積まないとっていうところもありますからね。ね、現場の1回はね、やっぱり大きいですからね。はい、あら、森さんの舞妓姿見てみたいですという、あら、ちょっと血迷ったコメントが入ってますよ。ありがたいですね。はい。どうしよう。うん、お一人お客様ゲット。ね、本当だ、はい、ということでね、うん、あ、もう一本気になってましたお二人からコメントちゃんと入ってますよ。そうですか、これ見えてるんですね、見えてるみたいですよ皆さんに、はいはいはい、私ももう一本気になってましたということで、それどのタイミングなんですか、最後でいいんですか、まあ、もうどうぞ進行してください。わかりました、はい、はい、ということで、もうあと、はい、ラグビーまでね、はい、ちょっとあの、はい、10分切ってますので、はい、皆さん、はい、トイレとか含めてね、ちょっと時間いりますから、はい、うん、というかもう中継は始まってると思うんですよ。そうですね、8時キックオフなんで、そうですね、なんかちょっとそのウォーミングアップの様子とかね、発表になって、はい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 、もう多分今君が代とかやってると思いますから、うん、はい、もう終わりましょうよ、う、ね、はい、はい、はい、ではこちらですね、最後はここまで普通なんですね、はい、わかりました、はい、それでは最後になりますが、心にハートに元気をチャージする合言葉で締めくりたいと思います。さあ皆さん、合言葉はきっともっと京都を好きになる。この好きになるとても皆さんも大合唱いただきまして、手にはハートマークを作って、今日も京都から2人でたくさんの元気をお届けします。皆様からもたくさんの元気を京都にお届けいただきたいと思います。
それでは行きます。お出来なんですか。きっともっと京都を好きになる。ここで出ました。出る。映ってます。綺麗に映ってます。ここで出ました。ここで出ましたか。ここで出ました。はい。もうね、一つではね、はい、終わってはいけないと思ったんで、はい、串2本入れました。串2本。まあ、串なんですね。串ですね。はい。大阪串カツですね。はい。はい。ありがとうございます。気になる。そろそろ、キモソゾロって入ってましたよ。はいはい。はい。あ、今ラグビー入場です。そうだね。はい。じゃあもう皆さんこちらへ。どうもそちらの方にね。はい。皆さんどうもありがとうございました。また次回、来月は第32回目の月刊ラクタイ通信をお届けしたいと思いますね。32回ですよ。はい。本日もご視聴いただきましてありがとうございました。ラグビー、頑張れ、日本！さよなら、ポッチー。